どうも皆さんこんにちは、繁盛株式会社の木野です。本日はドローンの飛行許可申請についてです。先日別の動画でもご説明させていただいたのですが、ドローンの飛行は法令でかなり細かく取り締まられていて、飛行禁止の場所や方法が数多くあります。むしろそうじゃない場所の方が少ないのではないかなという所感です。私たち繁盛株式会社は全国包括申請という種類の申請を行い、飛行許可を得ているのですが、許可前と許可後で例えばどういう違いが生まれたかをいくつかご紹介させていただきたいと思います。ちなみにこのチャンネルでは各種コンテンツ制作に役立つ知識をご紹介させていただいておりますので、クリエイターを目指している方はぜひチャンネル登録お願いいたします。また撮影や映像制作、ホームページ制作のご依頼ご相談は概要欄の方をご確認お願いいたします。まず前提としての説明になるのですが、全国包括申請という何か分かりやすい資格のようなものがあるわけではありません。本来飛行禁止の場所や方法を一つ一つに対して、こういう資格や技術のある操縦者や補助者がこういう機能を持ったドローンでこういう体制でこういう安全策を講じるから飛行を許可してほしいという申請を、日本全国という範囲内を対象にして行う感じです。業務として定期的に飛行を行う必要がある操縦者があらかじめまとめて行う申請だと認識いただければと思います。では本題になるのですが、私たちが許可されている内容の一部をご紹介させていただきます。まず1つ目は人口集中地区での飛行です。どこが人口集中地区にあたるのかは、国土交通省のサイトにリンクのあるこのマップから確認いただけます。まずこちらは東京都のマップになるのですが、赤い範囲は人口集中地区で、緑の範囲は空港やヘリポート周辺で飛行が禁止になっている区域です。次にこちらは福井市のマップです。一般的に田舎と分類される福井ですが、かなりの範囲が人口集中地区に該当することがわかると思います。つまりこの範囲内での飛行が本来は禁止されているけど、私たちが許可を得ているものになります。とはいえ、もちろんこの範囲内であれば何でも行っていいというわけではなく、どういう体制でどういう方法で飛行するのかはしっかりマニュアル化した上で申請を行っています。2つ目は夜間の飛行です。ドローンの飛行は日の出から日没までと定められており、無許可での夜間の風景撮影などは言語道断です。日の出から日没までという範囲についても、多少明るければ OK とかではなく、かなり厳密で国立天文台が各地域ごとに発表している時刻に基づきます。例えば福井県の8月31日の日没は18時25分です。8月の18時半頃は全然まだ明るいと思われるかもしれませんが、この時間帯はしっかり夜間飛行に該当します。この夜間飛行が私たちが許可を得ている内容の一部です。ちなみに実際に夜間の無許可飛行で逮捕者が出た事例もあります。これは法令でしっかり決まっていることなので、例えば車を運転するときに信号を守るのと同じようにちゃんとルールを守りましょう。はい、今回は全国包括申請と私たちが許可されている事例の一部についてご説明させていただきました。申請についてはハードルが少し高いと思われたかもしれませんが、実際簡単なものではございませんが、まあ、それは申請する内容や申請者の状態によっても変わってまいりますので、まずは国土交通省のウェブサイト DIPS2.0 を確認しましょう。また繁盛株式会社では前述のような人口集中地区、夜間飛行等の撮影のご依頼も受けたまわっておりますので、ご相談はまずは概要欄に記載のホームページかメールの方からお願いいたします。本日はご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは弊社で制作した映像や仕事の様子を撮影した動画、コンテンツ制作に役立つ知識などをご紹介しております。こういった内容も取り上げてほしいなどございましたら、ぜひコメントお願いいたします。またチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。